Amix Amix は、イタリアとブラジルが国際共同開発した軽攻撃機である。アフターバーナー非搭載の青二足機であるが、小型ながら3.8トンの武装を搭載可能であるため、ポケットトーネードとも呼ばれている。イタリア空軍では、イタリア語で熱風を意味するギブリを愛称に用いており、ブラジル空軍では A-1 の名称を使用している。 イタリア空軍では1970年代中頃に当時戦闘爆撃機として運用していた G91R White F-104G スターファイターの後継機となるトーネード IDS を補佐する軽戦闘爆撃機を必要としており1977年にアエリタリア社が主導で空軍の要求性能に見合った機体の設計作業が開始されたまた ブラジル空軍でも AT-26 車バンチの後継機導入計画が進められており、これにアエルマッキ社はエンブラエル社と共同でメガバイト -340 の提案を予定していた。だが、イタリア空軍とブラジル空軍の要求性能が似通っていたこともあり、1978年中頃にアエルイタリア社と アイルマッキ社が共同で両国に設計案を提示することで合意し、ロールスロイス社製、スペイエンジンを使用する設計案を AMIX としてまとめ上げた。1980年3月にブラジル政府が承認し、同年7月にはエンブラエル社が参加することとなり、AMIX プロジェクトは2カ国3社での国際共同プログラムとしてスタートした。 AMIX は安価な攻撃機であることを念頭において、開発が進められ、開発にあたっては先住化、柔軟性、信頼性、生存性の4つの柱が立てられた。また、高度な電子機器類や複雑なシステムは、不要とされ、超音速性能も求められなかった。しかし、この代わりに優れた、短距離離着陸性能、高速進行能力、 大量の並走搭載能力、進行支援装置の統合化、不具合発生後の運用能力などが求められている。プロジェクト参加企業の生産分担率も決められており、アエリタリア社は、全体の46.7%を受け持ち、中央胴体、水平、垂直安定板、方向打の製造。アエルマッキ社は、全体の23.6%を受け持ち、全部胴体。 テールコーンの製造。エンブライル社は、全体の29.7%を受け持ち、主翼、空気取り入れ口、パイロン、主翼化造装の製造を担当した。ーミックスの試作機はイタリアで4機、ブラジルで2機が製造され、イタリア製試作初号機は1984年5月14日に、初飛行し、 ブラジル製試作初号機も1986年10月16日に初飛行した。量産機も両国で自国向けの機体が生産され、イタリア空軍向け初号機は1988年5月11日に初飛行。ブラジル空軍向け初号機は1989年8月12日に初飛行している。 両国空軍への引き渡しは1989年4月からイタリア空軍、同年10月からブラジル空軍で開始された。また、機種転換訓練などに使用する複座型の開発も行われ、AMIX ィ複座型試作初号機が1990年8月14日に初飛行している。2000年代に入ると、AMIX 機損機への機体寿命延長と、 近代化改修がイタリア、ブラジルで計画されている。Amix マルーとされる改修計画では以下の改修が盛り込まれる。イタリア空軍では改修計画の第1段階が承認され GPS やヤティズを装備した改修機が2005年から引き渡されている。開発プログラム参加国以外ではベネズエラが複座型12機を発注したものの配備は実現しなかった。 機体上面、機体下面エミックスは、ターボファン単発の短冊機で、スーパークリティカル翼を採用した主翼は25%翼弦で27度30分の、後体角を持ち、前縁に、スラット、後縁にフラップを備える。尾翼は、炭垂直尾翼と水平安定板を組み合わせた、標準的なスタイルをしており、補助翼、昇降打、前縁スラットは、油圧で作動し、 公園フラップは、電動で作動する。また、スポイラー、方向だ、水平安定版の、全誘導作動は、フライバイワイヤー制御となっている。優れた、短距離離着陸性能を獲得するために機体には二重、隙間フラップと、全円スラットを備え、最大離陸重量1万 3000kg でも 1km 以内に、収まる9 5 0ルの滑走で離陸が、可能であり、 機体重量をその80%に当たる 1750kg に抑えれば、プロペラ機並みの 750m で離陸可能とされている。長距離進行能力は重視されていないが、空中給油に対応している。プローブ類は操縦席右横に固定されている。固定式は空気抵抗が増大し、高速での起動時に影響が出るが、 アオン速の攻撃機であるため大きな問題にはならず、引き込み式に比べ故障箇所がヘリ軽量であるなど、A ミックスのコンセプトに合致している。本機では固定武装として機種部に、航空機関砲が、標準装備されている。この機関砲は、イタリア空軍向けでは、ガトリング式の米国製、M61A120mm バルカン砲一門、ブラジル空軍向けでは、 リボルバーカノン式のフランス製、デフィ5 5 4 3 0ト、mm、ル機関砲2本を装備。ハードポイントは、主翼下片側2箇所と、胴体中心旋下1箇所の、計5箇所で、両主翼端には自衛用の空対空ミサイルランチャーが、備えられている。この他にもナイトアタック型や複座型ベースの、本格的な戦闘爆撃機型なども、開発可能とされたが、いずれも、 計画のみに終わっている。ありがとうございます。